れ、うおー、ラミスワーン。ぜひお二人が麦わら一味に加わったいきさつなどを。美貌の女海賊そのすべてお願いします。困るのよね、そういうプライベートなことは。ゆっくり買い物もできないわね。男性の好みのタイプは。そうね、ナビさん好みのタイプはサンジ君って勇気なっちゃ。お兄ちゃん何やってんのかな。いや、今度うちでお二人の水着写真集出しませんか。え、水着。バカ売れ間違いなしですよ、うん、ちょっとあんた、いい度胸してんじゃない。すみません、高くつくわよ。で、いくら出せんの。え本気なの。だってルビーが1億ベリーほとんど使っちゃったし、写真集でも何でもお金を調達しないと。ちょっと待て、ナミさんとロビンちゃんの水着写真集ってどう。こんなのや、こんなのとか。てこらー、てめえら今何を想像してた。おい、こいつ麦わら一味のコックだぜ。サンジ君、今鼻の下伸ばした野菜一人残らずぶっ殺す。ナミさん、ロビンちゃん、クソうるさいハエどもは追っ払ったからご安心を。サンジ君ありがとう、これでゆっくり買い物ができるわ。デートのチャンス、しかも両手に鼻。ところでこれからのスケジュールだけど、こういうのどう。プールを借りて3人で水上デートを楽しんでからおしゃれなレストラン。なんだよ、私お腹減った。さっき水水飴食ったばっかだろ。お腹減った、お腹減った、お腹減った。よし、小遣いやるからお前らは適当になんか食って帰んな。これからデートかもしれねえって時にダダこねてんじゃねえ。まだ帰りたくない。泣いてもダメだ。大丈夫よチムニー、サンジ君は口は悪いけど女性にはとっても優しいのよ。そうよ、困ってるレディーを見過ごしたりする人じゃないわ。ナミさん、ローレンちゃんジムニー、サンジ君にたっぷり遊んでもらいなさい。うん、じゃあ。そんな、たく、お荷物ってのはおめえらのこと言うんだ。しょうがねえ。で、うめえ飯食わせるとこ知ってんのか。やったー。ほら行くぞ。うん。